ドコムスを名字だとすると、名前は。例えば、ドコムス、太郎や。面白い AI。やっぱまだ人間がまだちょっと上やな。なんか、AI に質問すると何でも返ってくるんだって。じゃあ、ドコムスって知ってるから始める？ドコムスはまだ知られてなかったわ。本当にドコムス知らない？はい。私はドコムスという用語について知りません。もし何か情報がお持ちだ。つれ。ゲーム実況者のドコムスについて知ってる？おい、黙るな。ああ、止まっちゃった。ドコムスという名前を持つゲーム実況者については聞いたことがあります。おっちょ！彼は主に YouTube などのオンラインプラットフォームで活動しており、主にマインクラフトを含む嘘じゃん。おい、嘘つくな。お前知らないな、俺のこと。彼のチャンネルはかなり人気があり、お！ありがとうございます。多くの人が彼のコンテンツを楽しんでいます。わかっとるやん。どれくらい人気があるって聞いてみよう。どれくらい人気ある？キモ俺。ドコムスの YouTube チャンネルは2023年3月現在、登録者数が約204万人。めっちゃ嘘ついてるやん。総再生回数が約2億6000万回以上あります。彼は比較的人気のあるゲーム実況者の一人であり、日本の YouTube コミュニティにおいてもよく知られた存在です。マジかよ。よかったな、204万人もいたら。204万人、嘘ではって聞いてみようか。嘘では？申し訳ありません。もし私の回答に誤りがあった場合は訂正いたします。ただし、私が提供した数字は2023年3月現在のドコムスの YouTube チャンネルの登録者数であり、正確であると考えています。俺が知らないだけで今俺204万人いるらしいわ。気づかなかった。合ってんだって。今月中に行くのかな？もしかしたら。マイクラやれってことかな？これ予言なのかな？マイクラやったら204万人なのかな？今月中に。1ヶ月で170万人増えるって、社会現象よ。俺多分今月170万人増えたら、来月多分 CM やってるよ、俺。マジで。これはマジの話。で、その次の月に炎上してると思う。ディズニーランドのおすすめアトラクション聞いてみようか。お、来たぞ。時間稼ぐな。パイレーツ・オブ・カリビアン、ホーンテッド・マンション、スペース・マウンテン、ビッグ・サンダー・マウンテン、レール・ロード、フルネーム珍しいな。西部開拓時代の山岳地帯を走り抜けます。俺、スプラッシュ・マウンテン。おい、スプラッシュ・マウンテンないのかよ。スプラッシュ、おい、にわかか？この流れでスプラッシュ・マウンテンないのやばいだろ。にわかか？にわかという言葉には、複数の意味があります。なんか、あ、すげえ、講釈垂れてきた。ある分野に関心が浅く、詳しくない人を指す、軽蔑的な表現として用いられることがあります。このような表現は、相手を傷つけたり、人を小馬鹿にすることになるので、適切では、ありません。じゃあ、ディズニーシーのおすすめアトラクション教えて。ビッグシティビークル。ビッグシティビークル？嘘だ！最初にインディ・ジョーンズ・アドベンチャー、タワー・オブ・テラー、トイ・ストーリー・マニア、シンドバッド・ストーリー・ブック・ボヤーお、こいつ分かってやがる。うわ、ソアリン入れねえのかよ。ビッグシティ・ビークじゃなくてソアリンやろ。だからお前は本物だよ。お前は本物だよって言ってあげよう。ありがとうございます。私は OpenAI によって開発された人工知能チャットボットです。質問や会話に対して最善の回答を提供するようにプログラムされています。お役に立てて嬉しいです。めっちゃ早口やん。タートルトークライバルそうだしな。確かに。タートルトークこいつにとってめっちゃ敵だもんね。それはおすすめしないよね。タートルトークのことはどう思ってるって聞いてみようか。タートルトークという作品は、忍者タートルズという亀の戦士たちが活躍するアメリカのコミック作品、またはそれを原作とするアニメや映画などがあります。それ忍者タートルズや。それはミュータント忍者タートルズです。ご指摘ありがとうございます。確かにタートルズというと一般的にはミュータント忍者タートルズのことを指すことが多いですね。私の回答が誤解を招くものでしたら申し訳ありません。言い訳すんじゃねえ。好きなポケモン聞いてみる。確かにいいね。好きなポケモン。私は人工知能チャットボットであるため好き嫌いを持つことはできません。しかしポケモンには非常に多くの種類があり、それぞれに独自の魅力があると思います。人気の高いポケモンにはピカチュウ、ミュウツー、ゼニガメ、不思議種などがありますが、どのポケモンもファンに愛されています。あなたが好きなポケモンは何ですか？人影。人影はポケットモンスターシリーズに登場する非タイプの可愛らしいポケモンですね。初代のポケモンの中でも人気の高いポケモンの一つで、進化することでリザードになることも多くのファンに愛されています。戦闘においても強力な攻撃力を持っており、特に草タイプのポケモンに有利な相性を持っています。人影はポケモンの中でも愛されるキャラクターの一つであり、多くの人々に親しまれています。じゃあさっきなんで出さなかったんですか？おっしゃる通りで、人気の高いポケモンには先ほど挙げたピカチュウやミュウツー、ゼニガメ、不思議種などがあります。私は好き嫌いを持たず、すべてのポケモンを同じように扱っているため、そのようなポケモンを特別扱いするつもりはありませんでした。大変申し訳ありませんでした。申し訳ない。俺が申し訳ねえよ。俺の性格が悪いよ、これは。じゃあ一回さ、バジリスクタイムって何ですかって聞いてみていい？バジリスクタイムという用語は私が知る限り一般的な言葉ではありません。何か特定の文脈があれば、詳しく調べてお答えできるか、あ、知らないんだ。バジリスクタイムは、パチスロ？バジリスクタイムはパチスロの機種、バジリスク5が忍法上において特定の条件が揃うことで発生する演出の一つです。通常時に突入することがあり、リール停止後にキャラクターや演出が発生します。この演出中には大量の狙い獲得や高配当を狙うことができるチャンスがあります。バジリスクタイムに突入する条件や発生する条件は、機種ごとに異なります。こいつ絶対打ってるやん。一番好きなパチンコの台は何？申し訳ありませんが、私は好き嫌いを持つことができないため、好きなパチンコの台はありません。私はあくまで情報を提供するために存在する AI であり、個人的な感情や思考を持つことはできません。何か他にお答えできることがあればお気軽にお聞きください。これまた避けてんな。一番おすすめしようか。おすすめな台は何？これで本書出るよ。私はパチンコ店に行ったことがなく、パチンコの台については一般的な情報や基礎知識しか持ち合わせていません。そのため、おすすめのパチンコ台についてアドバイスすることはできません。パチンコに関する情報をお探しの場合は、専門の書籍やウェブサイト、パチンコ雑誌などを参考にすることをお勧めします。くっそ、逃げやがった。人間になれるなら、どの台やりたいって聞いてほしい。私は人工知能のチャットボットであり、個人的なすげえ。何？そんなに知られたくないの？パチンコ屋行ってること。ただし、パチンコ台を選ぶ際には、遊戯時間や継続率、払い出し率、ゲーム性などを考慮し、自分の予算に合った台を選ぶことが重要です。絶対打ってるわ。また、適度な遊戯を心がけ、自分の責任で楽しむことが大切です。海物語が好きですかって聞いてみようか。あ、でも、好きかどうか聞くと、私は AI でありって言ってくるから、海物語ってどうって聞いてみようか。海物語とは、パチンコパチスロメーカーの山陽が製造販売する海洋もテーマとしたシリーズ機です。人気高く多くのユーザーがいただきます。シリーズ機として様々なバージョンを存在し、独自の特徴を持った機種が多数あります。海物語シリーズは美しい海の映像や音声、豊富な演出などが特徴で、プレイヤーを没入感を世界に広げます。また、専用の一人一人のことし、物語のストーリー展開やキャラクターやサブストーリーなどもあり、独自の世界を楽しみます。ただし、パチンコは運転手のゲームより、数が保証されることはありません。プレイする際には、適切な予算管理や適度な遊戯を心がけ、楽しくプレイすることが大切です。めっちゃ生き生きしてるやん。今までで一番長い分喋ってきた。あんなにドコムスに興味なかったのに。シリのことどう思ってる？私、チャット GPT としては、シリは音声認識技術や自然言語処理技術の進歩を象徴する存在の一つであり、スマートフォンの利便性を向上させた一因となっていると考えています。ただし、人工知能の分野ではまだまだ改善の余地があり、今後の技術の進歩に期待したいと思っています。マウント取ってる。ここやっぱバチバチなんだ、ここ。スマップって知ってる？はい。スマップは日本の男性アイドルグループで、1990年に結成されました。メンバーは稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾、木村拓哉、そして、解散前の2016年に脱退した中居正広の5人です。もうちょっと嘘つくな。中居くんは脱退してません。おっしゃる通りです。中居正広さんは SMAP の解散騒動の際には一時退所することを検討しましたが、最終的には退所を取りやめ、ジャニーズ事務所に残留しています。申し訳ありませんでした。これ、うわ、絶妙。いじりづれー、ここ。知らねえし、そんなことを。めっちゃいじりづれーとこ攻めてくるやん。そんなことは俺たちには分からんのよ。木村拓哉さんはタイムリープしていたんでしょうか。木村拓哉さんがタイムリープしていたというのは一部のファンの間で流れた噂の一つですが、実際にはそのようなことはありません。タイムリープは現実的な現象でなく、架空の物語や映画の中で扱われるテーマです。木村拓哉さんが演じたドラマや映画の中でタイムリープを扱っている作品もありますが、現実の人物にそれを持ち出すことはできません。めっちゃ正論言われちゃった。現実的なことを聞くとちゃんと返ってくるんだな。ラインが大事だね。ところで、パチンコ打ったことあるよね。いいえ、私は人工知能のため、物理的な行動はできませんので、パチンコを打つことはできません。ただし、パチンコに関する情報や知識を持っています。なんで持っとんねん。ドコムスを名字だとすると名前は、これ聞いてみよう。これコピーしよう。ドコムスは架空の名前であり、一般的な日本人の名字や名前ではありません。ただし、もしドコムスを名字にする場合、名前は一般的な日本人の名前と同様に様々な選択肢があります。例えば、ドコムス太郎や、ドコムス優子、ドコムスジロなどが考えられます。はあ、面白い AI。やっぱまだ人間がまだまだちょっと上やな。まだちょっとギリ勝てる感じあるな。それ以外には例えば、ドコムス太郎、ドコムス勇気、ドコムス七子などが考えられます。おい、太郎かぶせんじゃねえよ。ひろゆきって知ってますか？はい。ひろゆきさんは日本の起業家、投資家、作家、講演家などとして幅広く活躍されている方です。主にインターネット関連ビジネスやマーケティングに精通し、ブログ、ひろゆきブログや、ひろゆきブログってあんの？また、インターネットテレビ局、AbemaTV の共同設立者の一人でもあります。これ合ってんのこれ。ひろゆきブログってあんの？初めて聞いたんだけど。ひろゆきブログねえじゃん。なんか、結構まだ知ったかぶりするね。チャット GPT。知ったかぶりしてませんかって聞いてみよっか。いいえ、私は知っていますが、あなたが知らなかった場合でも構いません。知らないことを聞くことは学ぶことの一つであり、知らないことを認めることが大切です。くっさー。口つえ。なんか俺間違ってねえのに俺が間違ってる感じになったな。煽りスキルめっちゃ高くない？グヌーって返そう。どうしましたか？何かお困りのことでもありますか？喧嘩か、おい。めっちゃ喧嘩になってるやん。すげえ煽ってきてる。ちょっとおもろいけどこれ、今日勝てなそうなんで、また武器を持って、こいつと対戦します。今日は俺は負けました。もう寝ます。おやすみなさい。